はい。タックミソートの高井です。えっと、クリーニングホックの小田です。ええー、クリーニングホックさんといえば、布団のクリーニング。<laughs> 布団のクリーニングといえば、<laughs> クリーニングホックさんっていうぐらい、えー、ホックさんは布団のクリーニングがすごく多いんですけれども、はい、えー、前回に引き続いて、はい、社長にあの、質問をしていきたいと思います。はい。はい。布団の質問なんですけど、はい、えー、ペットと一緒に寝ています。はい。 どうしてもおしっこをかけてしまうのですが、はい、消臭スプレーで対応しています。はい、布団は傷まないですよね。<laughs> うーん、そうです <laughs> っていうことなんですけど。<laughs> うちもペットがいるんですけど、はい、まあ猫なんですけど、はい、まあちょっと一緒には出てないんで、あれなんですけど、はい、基本消臭スプレーをしたからといって、えっ、ー、と、洗ったことにはならないので、はい まあ、匂いっていう部分では、はいうん、まあ、そういう部分でいいかなと思うんですけど、基、はい、本、消臭スプレーをかけたからといって、はい、クリーニングしたっていうふうにはならないのと、はい、あと、まあ、生地的には、はい、あんまり良くないかなと思います。ああ、よくあの、ハバフーバーフレーズとかっていうので、こう、<laughs> いろんなのを消臭してるじゃないですか。なんか、汗とか全部、綺麗すっきりみたいなイメージで。そうですね。イメージ的にはそうなの、ね。 <え>基本、洗ってることにはならないので、はいまあ、匂いという部分では特化になるとは思うんですけど、はいまあ、ずっとかけ続けると、はいまあ、生地にいいかというと、クリーニングの立場からするとあんまり良くないと思います。ああ、そうなんですね。はい、はあ、わかりました。はい、ありがとうございます。はい